スペシャル小酒ディレクター。はい、まずは大陸を決めようじゃないか。はい、ロシア大陸ですか。あれは地図を変えましょう。すごいな。ロシア地図が入れ替わりましたところで国を決めましょう。はい、厳しい。さあこの辺に。どこ行ったの。いやいや、やつ俺は行かない。あ、今度行ってた。その後調べてみると、矢が刺さったのはロシアではなく中国の奥地であることが判明した。早速スタッフは成田空港の中国国際航空のカウンターに向かった。中国に行くことになったんですけど、ここ行ったことあります。ここね、大陸ながら私は行ったことございません。そうか。どんなとこかんだろう。長くですね。ダーツの矢の刺さった先は中国北西部に位置する天山山脈のふもと。どうもそこは砂漠地帯のようだ。日本を飛び立っておよそ4時間、北京で国内線に乗り換え、目的地に最も近い町ウルムチへ向かったが、到着したのはすでに真夜中だった。そして翌朝、人口およそ200万人、高原にある新疆ウイグル自治区最大の都市ウルムチで車をチャーターし、目的地を目指した。車で走ること3時間、我々の目の前に天山山脈が見えてきた。さらに右手には塩水の湖、その名も塩湖が広がる。ここでちょっと情報を仕入れる。はい、だ。うん。いや、今。はい、俺ら、すみません。今、ほら、塩湖じゃないですか。あ、ヤッホー。うん。この辺行きたいんですよ、この辺。トルファーな。大丈夫、ま。あ、トルファー。トルファーで忘れちゃうもん、ずっと。あ、これ忘れちゃう。うん。ダーって。うん。他地で、有个峡谷一样那个。うん。过去，最后他是过去，然后又是过去。嗯。トルファーな。那个几平线，满世界吗？那最近，临海吧，啊，どんな地方住んでます？只要以维族为，哎，维族，不怕汉族是吧？啊，汉族，汉族，汉汉民族，我们汉汉族的。不是维族姑娘漂亮一个，比我漂亮一个。眼睛好得很。有这么多吗？谢谢。矢の刺さったトルファンは砂漠の盆地らしい。全長50キロにも及ぶ長い脱藩状峠を下るとどこまでも続く砂漠が見えてきた。ここだ、きっとここに違いない。ここで決定。ダーツの旅全世界版スペシャル、60億分の中華人民共和国トルファン。トルファンは海抜0メートル以下の低さにある砂漠の盆地。シルクロードの時代から栄えるオアシスの街だ。さらに砂漠を走り続けると第一トルファン人発見。絶対もう一人みたいな生活してるんだ。絶対約束します。それどうも、アッサラマレイク。レイクだ、サラマ。それどこ行くとこだったんですか。何万円を切っ張るまい。アッシスは何も返してみんな。カザフだから、僕ら日本人です。ヤプルクルブン、クルブンマ。本当です。ええ、おめでやらこつだ。この辺の素晴らしいもの探してるんですけどね。え、で、私マスでもしゴビタムショ。バーゲンヘダとかあったし、みんなやぶ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 コスパショだ。得意だねこればかり、得意でしょ。得意だ。北海道も得意だ。なんで北海道が見たいんですか。どう、電話を落としたこと電話を落としたのか、ぐっとるけん、じゃあで。もう、アシアンブルクルパーさ、かいだぶりやど。で、お前の、お前的な、おじくないから、見てるじゃん。で、まだ、むしゃっとしそう、ひとまま、ちゃんとしゃんとし、やたんぐるんとか。やたんぐるんやんでけん。じゃあ、もういなあ、あのちゃうだな。なるほど。あ、よしゃいだいしょ、でしょ。ここだけじゃないですからね。中国ウイグル自治区トルファン。トルファンの人口は24万人。そしてその7割をウイグル族が占める。ウイグル族はトルコ系遊牧民を祖先に持ち、アラビア文字を使う独自の言語ウイグル語を用い、イスラム教を信仰する者が多い。イニシエよりシルクロードの要所として知られ、交渉古城やベゼクリク潜仏堂など貴重な仏教遺跡が長い歴史を物語る。真夏の気温は摂氏50度を超え、中国で最も暑く、年間降水量16ミリという乾燥地帯になっている。
このトルマン盆地に潤いをもたらすのは天山山脈の雪解け水を利用したパレールと呼ばれる地下水路だ。そんな砂漠のオアシストルファンで聞いた。トルファンのここが素晴らしい。こんにちは、訳します、訳します、どう、何や、いや、今おさん、別にここ行くでいいわけじゃないけど、おさんこそどこ、では、はい、おさんこそどこ、はい、近代福島、あ、かぶしごいま、はい、あ、わかんない、あ、はい、あ、乗りますか、あ、そうですか、あ、どうぞ、あ、おさん何食べてんの、キャンペン、何気がするな、ほら、あの日本、日本、ヤポン、ヤポン、ヤポンヤ、そう、ヤポン、ヤポンヤですよ、わた、わた、あの、いや、あ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 、슬라트암데나여는슬람누가입은다그러다가어쩌고이때를도가야겠다약심시약심시지금どちらか向かうとこなんですか、あ、それ、え、行きます、ね、あの、ご夫婦ですか、うん、あ、あ、いや、あの、結婚されたどれぐらいなんですか、アルヒルオールデメムセアルヒルオールデアルヒルオールデアルヒルアルヒルアルヒル高橋ですね、役者ボーイ、ジャイブ役者ボーイウィンダもう、無事です、なーっと、あんたん。無事です、無事です。お父さんはどんな方ですか、お母さん。はい、ザックザクチェーブ、一緒になずるくは思いないだも、サンダでも、あずる、いつもとかする。おいなプラン、おなかで。どうなプラン、はい、お兄さん、あの、羊の仕事ですか、ですわ、ラムジンディアヤのピチャル、ラムジンディアヤだけのやけ、ばっかだ、どうも、あ、こんにちは、この羊全部お兄さんのやつ、あ、そう、何頭いるんですか、そう、すげえ、あの、今度見失いません、この羊を魚って、なんだこれ、いや、大丈夫、たまに増えたりしません、あ、それラムチーンのところから来たの、それもわからないですよ、なんていうか、そう、100キロこの羊を置いてはるんですか、こうポン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 、うん、すげえなー、ちっさーっとやってばんかん、え、ちっちゃーたんぱらかんちゃー、おー、そうですか、お兄さん、あのほなあっちこっち行くもんやから、なかなかあの落ち着かないですね、おっと、どんどん、なくすどんどん、あ、今、そうなんだ、じゃあ家族によろしく、もう一回、はい、どうも、さよなら、長話の間に羊たちは先に行ってしまった。こんにちは。朝倉君。今何やってらっしゃいますか。まあ全部切るわってね。まあ無事やさせた。おじゃん何、楽器作ってんの。いやそうだ。
そこでスタッフはおじいさんの家に連れて行ってもらった。おじいさんの作る楽器はウイグル音楽には欠かせないタンブルやドタールという弦楽器。おじいさんの心がこもった手作りのタンブルやドタールはとてもいい音がすると評判だ。楽器の上手な娘さんと歌の上手な近所のおばさんとの3人で何かを演奏してくれるようだ。そして2時間の曲が始まった。演奏が始まって2時間という時、なぜか娘さんが突然席を立つ。お送りします。間もなく演奏が始まって2時間という時、娘さんが突然席を立った。結局娘さんは演奏が終わるまで帰ってこなかった。演奏の途中、娘さん どっか行っちゃいましたけど、どこ行ったんですか？あ、なんか知らん。トイレ。あ、トイレですか？そういうのありなんですか？무슨것도다그미만기념수문은그림에참주제따위그림이있어아주왜냐고뭐라고素晴らしいものとか面白いものないかなと思って探してるんですけど、バー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 
안 투무시면 돼. 길시간다, 길시간다, 거는데. そして翌日朝4時、花婿の家で結婚式の準備が行われていると聞き訪れた。庭では友達が結婚式に出す料理の準備を始めていた。綿の種から取った油を大きな鍋に注ぎ、そこへ大量の刻んだ人参を放り込む。よく炒めた後、バケツ一杯の水を加えて30分ほど煮込む。この地方特産の岩塩を溶かした塩水を加え、さらに大量の米を入れる。弱火で炊き込むこと1時間。ウイグルの結婚式に欠かせないめでたい料理ポロ、150人前の完成だ。朝日が昇る頃、村の人々が花婿の家にお祝いにやってきた。早速祝いのポロが振る舞われる。村人たちにも大好評。その後も祝福に来る村人は絶えなかったが、花嫁は一向に現れない。そしてその日の午後、花婿を乗せて車が出かけた。と同時に花婿の友達もトラックの荷台に乗り込んだので、スタッフも同乗させてもらった。走るトラックの上では結婚を祝う音楽が奏でられる。花婿を乗せた車の目の前で友人たちは祝いの舞を踊り始めた。興奮して踊りまくる。通りすがりの人も祝福してくれる。花嫁の村に近づくと、トラックの上はさらに盛り上がっていく。すると赤い幕を持った男たちが道を遮っている。これは何なんですか？帰りすればおいで、まだかバルカクザーグルケーゲンでちょ。ただいま。あ、おかえり。ねえ、赤にする？テイク。すると赤い幕を持った男たちが道を遮っている。これは何なんですか？あ、おいで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 、経験でちょ。じゃあどうやったら通してくれるんですか？あ、おい、逃げたかったんでしょ。そこで花婿の友達は勢いよく舞い始めた。この姿を見ていた花嫁側の男たちがこちらに向かってくる。赤い幕が下ろされ、花婿を乗せた車は無事花嫁の家に到着した。話を聞くと、どうやら花嫁は自分の部屋に閉じこもっているということのようだ。再び歌や踊りで盛り上げなければその部屋の戸は開かない。しかし花嫁の待つ部屋の戸は固く閉ざされたままだ。ここでさらに花婿の友達全員大盛り上がり。ついに花嫁のいる部屋の扉が開いた。部屋には金のベールに包まれた花嫁がいた。全員に祝福され、新婚の二人は外へ。花婿は迎えの車に花嫁を乗せた。帰りの道中も花婿の友達はトラックの上で大暴れ。やっと花嫁が花婿の家に到着。花嫁は新居に迎え入れられた。これから結婚式だ。ねえ。どうも。どう。考えた。はい。あぶね。ご主人、まだトラックの上で歌うとか。あ、車？ねえ、奥さん。いやー、なんか、我々が考えてるところと違いますね。で、中国っぽく